はい、マノチです。よろしくお願いします。イカリングってゲームやってきます。画面タップでイカリングがジャンプ線に触れないように進め、イカリングを操作するということですね。やっていきましょう。はい、あーはいはい、あ、イライラ棒みたいだね。何メートルね。オッケー、100メートル、目標100メートルで。うまい。あー惜しい。あ、これいいわ。こういうゲーム好き。100メートル目指しましょう。みんなさ、イカリングって何つけて食べる？うわ、むず。てかこれやるたびにステージ違うのか。なんか開いちゃった。うわ、むず。イカリングさ、ソース醤油、いや、めっちゃむず。マヨネーズ、タルタルとか、まあいろいろあるじゃん。イカリングって本当にね、人によってめっちゃ分かれると思うんだよね、つけるもの。ちなみに俺はケチャップ。うわ、むず。あー、むず。50m でいい？50m で。すっごいむずい。もう線太くなったぞ。あ、線細くなる。あ、記録更新した。ちょっとこれさ、イカリング無料だからやってみて。なまらむずいから、イラつくから。今一瞬線消えたんですけど。てかさ、このゲームにおいてさ、線が消えるってもう無理じゃね？記録更新。いやー、しんどいなー。30m にしたいなー、目標。いやー、まあもう 50m は崩せないだろう。さすがに崩せないだろう。かっこ悪すぎるだろう、そこは。100から50になって30になるってかっこ悪すぎるだろう。そんなかっこ悪い男になってもいいと思ってる俺は。無理だって。この消えるのはなしだよな。絶対消えるのはなしだって。そして俺はコツをつかんだ。あのね、イカリングの輪っこあるでしょ。輪っこのね、下部分見ながらやった方がいい。上部分見ながらずっとやってたんだけど、下部分見ながらやると結構進む。目標 30m。 何よ。じゃあ俺が逆に 50m、 100m 行ったら何かあるのかって話だよ。なんもないだろ。 30m だ。俺そもそも30っていう数字好きやし、今まで黙ってたけど、すっごい30っていう数字が好きなんだよね。いきそう。ああ、いやー、ほんとこの線消えるのはこのゲーム的にダメだって。線は絶対残しておかなきゃ。太くなるし。ああ、惜しい。あと 1m。 線太くなるなよ。線太くなるなよ。あと 1m だったのに。もういい。いや、ダメだ。 30m は絶対いく。もうこれ以上はダメだ。俺30っていう数字が好きだし。いった、30m いった。やったー、終われる。絶対俺日本で一番このゲームやったわ。もう絶対ここまでやる人なんていないって。いやー、やりました。 30m 達成。いや、本当に 30m という数字が大好きでね、俺ね。じゃあ終わるから、終わり。みんなはイカリング何つけて食べんの？まあ俺はケチャップって言ったけどさ、やっぱタルタルうまいよね。心の声、君。